皆様こんにちは、ケシーです。今ですね、新潟県南魚沼郡湯沢町の土垂地区に来てまして、大玄田川が綺麗だったので、とある橋の上から川の流れを見て、せせらぎの音で旅の疲れを癒してました。今日はですね、この道、県道361号、満蔵新田園地小中里停車場線を走行して、湯沢町側の県道361号の終点に行きたいと思います。その終点は山の上にあり、峠道を走行して標高 700m の高地まで行くのですが、その峠道はどんな道なのか、ほら、ワクワクすっと。そしてその終点にあるものとは、そう、ハイソンです。ハイソン跡地に行ってみますね。動画はノーカットなので少し長いですが、楽しみに待っててくださいな。そして景色やバイクの音やスピード感を楽しんでもらえたら嬉しいかな。それではですね、行ってらっしゃい。
到着いたしました。周りの景色はこんな感じになってます。いや、紅葉が綺麗ですね。この山の方の紅葉も綺麗になってます。で、ですね、こちらがですね、岩っぱらスキー場が見えますね。で、こちら側ですね、これが舞妓スキー場の奥添エッジエリアになりますね、が見えますね。はい、こっちの方もね、見えますね、ゲレンデが。先ほどの場所からちょっと下ったところですね。いや、景色いいですね。ここから見る景色が一番綺麗ですかね。まあ、紅葉も綺麗ですし、ここにゲレンデが見えますね。奥添エッジエリアですね、ここ。で、リフト、オリバーです。リフトオリバーですね。で、ここがあれですよね。丸いやつですね。舞妓スキー場奥添エッジエリアがよく見えますね。岩っぱらスキー場のリフトオリバーが見えますね。山頂のあるリフトオリバーですかね。はーい。いや、でも本当に綺麗だ。で、ここですね、今361号、県道の361号を、こちらから走ってきたんですけども、ここでね、舗装道路は止まってます。なので、ここは県道361号の端点になるのかな。湯沢町側の終点と言ってもいいのかな。Google マップで見ますと、こちらの方ですね、未舗装道路ですね、こちらもね、県道の361号となってて、スキー場内を通って南魚沼市側の舞妓スキー場の入り口側の道につながってるんですよね。まあ、でも舗装区間の終点ってことですかね。いやー、でもですね、ここの、峠道ですかね、昨日気持ちのいい道でしたね。道幅もあってね、荒れてなくてね。でもね、ちょっと落ち葉がね、濡れてて滑りやすくなってたので、気をつけながら上がってきたんですけども、いや、でもね、道としては全然綺麗で、最高でしたね。でもなんでですかね、この道こんな綺麗で立派なんですかね。あんまり必要性を感じないんですけども、まあいいでしょう。はい。でですね、ここがね、今日の目的地ではなくてですね、ここから見える舞妓スキー場の奥添エッジエリアですよね。その昔ですね、奥添エッジという集落があったそうですね。その、集落があっただろうと思われる跡地にね、これから行ってみたいと思います。そのね、跡地に行くのにはですね、ここのね、未舗装区間をね、道路を走って行くことになりますね。まあちょっとね、慣れてないので気をつけて行ってみたいと思います。では、行ってみましょう。
でかい水たまりがあるよ。どうする？行けるか？悩むまでもないよね。危険すぎるよか。残念だけど。U ターンします。はい、集落跡地に向かって、このね未舗装道路を走ったんですけどもね、いやー残念でしたね。でかい水たまりがありまして、いや通る勇気はないですね。深さもわかんないですし、下がねぬるぬるしたら危ないですからね。転んだらなんて言ったらもう、いや考えただけでも嫌ですからね。いやー残念。まあそのですね、集落跡地は多分ねここもそうだと思うんですよ。まあこっち側ですよね、奥添地エリアのですね、まあ舞妓スキー場の、奥添地エリアを滑った方だとも分かると思うんですけども、まあクワッドリフトありますよね。ですここら辺に見えるかな、クワッドリフトが降り場があるんですけども、まあこっちにこう、まあここら辺にね乗り場があるんですけども、そこら辺のこの平地ですよね。なんか多分ここら辺もそうだと思うんですけども、ここもね、集落跡地だったと思われますね。その集落はですね、戦後開拓集落で、昭和23年に入植ですね。入植はですね、開拓地に入って生活することですね。標高は700メートルの高地の集落でした。昭和34年秋にですね、伊勢湾台風の被災を受けてしまって、同年にね、離村となりました。そこにはですね、舞妓小学校、奥添地分校もあってですね、開校が昭和25年、児童数が27名、閉校は、離村と同じく昭和34年になりますね。この集落の名前が奥添地と言いまして、今のね、舞妓スキー場の奥添地エリアとしても今も残ってます。はい、いかがだったでしょうか。まあね、言えなかったのは残念だったんですけども、まあ景色はね、素晴らしいですね。本当に紅葉は綺麗ですね。はい、こんな感じですね。はい、残念ですけどね、行けなくて。まあこのね、水たまりはね、まあ言えるっちゃ言えるんだろうけど、まあまあ怖いですよね。まあ5メーターぐらいありますもんね、距離にして。いやー残念。まあいつかまたリベンジしたいですね。はい、ってことでね、いかがだったでしょうか。県道361号の終点にあった廃村跡地に来てみたふでした。はい、これでね今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。ケシでした。